バルテル・ビルサは、スロベニア・シェンペテルプリゴリチ出身の元サッカー選手。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。2004年に NK、プリモリエから ND、ゴリツァに移籍すると、クラブの2連覇に貢献した。2006年には、フランスの FC ソショーに移籍。主力として活躍した。2009年1月22日に、アージオセールへの半年間のレンタル移籍が決定し、夏に完全移籍した。オセールでも主力として活躍。2010FIFA ワールドカップのスロベニア代表メンバーに選出され、グループリーグ第2戦アメリカ戦では先制ゴールを挙げた。同代表はグループリーグで敗退したものの、チーム最多の11本のシュートを放ち存在感を示した。2011年7月5日、イタリアのジェノア CFC に移籍金なしで加入。しかし同クラブでは背番号10を与えられたものの2011から12シーズンは出場機会に恵まれず2012年8月31日にシーズンローンでトリノ FC への移籍が決まった。2013年8月31日、ルカ・アントニーにとのトレードで AC ミランに移籍決定。2021年8月29日、自身のインスタグラムアカウントで現役引退を表明。ビルサは彼と同じスロベニア代表であり同じシェンペテルプリゴリツィ出身でもあるティム・マタブジュとそのいとこエティエン・ベリコニャと幼少時代に友達であった。ありがとうございます。